ご視聴ありがとうございます。今回は、1990年代に、格ゲーブームで、ゲームファンを熱狂させたゲーム機、ネオジオの、14年の歩みについて、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。アーケードゲーマーの憧れ、ネオジオ。ネオジオは、1990年に、アーケードゲーム用のゲーム機として、SNK からリリースされ、翌年の、91年には、家庭用ゲーム機として発売されたマシンなんだ。ネオジオといえば、画廊伝説や、サムライスピリッツ、そして、ザ・キング・オブ・ファイターズなどの、格ゲーのイメージがありますよね。格闘ゲームで、数々の名作を生み出し、ゲームセンターのゲームが、自宅で遊べるという、当時の、ゲームユーザーにとっての、憧れを実現してくれた、ハードだったんだ。そして、家庭用ゲーム機として、14年間も、ソフトを供給し続けた、超ロングセラー商品でもあるんだ。90年代といえば、次々と新しいゲーム機が発売されては消えていった時代ですからね。14年間もユーザーから支持されるプラットフォームとはすごいですね。そして SNK といえばこだわり抜いた演出や印象的なサウンドの作品を作り出すことでも知られているメーカーでもあるんだ。ということで SNK らしいザ・キング・オブ・ファイターのオープニングを見ていただいてからネオジオの歩みをご紹介させていただきます。いつ見てもかっこいい、演出と、サウンドですね。ゲームセンターを、自宅に持ち帰ろう、ネオジオの登場。ネオジオの誕生は、アルファ電子、後の、ADK が、自社開発したゲームシステムを、SNK に持ち込んだことから始まるんだ。この商品は、ハードウェアの開発を、SNK が行い、基板回路の設計は、ADK が担当し、そして、1990年に、ついに、ネオジオが、アーケード市場に登場することになるんだ。ちなみに、このマシンが、家庭用ゲーム機として発売されるようになるのは1年後の91年からになります。このゲーム機がリリースされた1990年代初めといえば、任天堂のスーパーファミコンが登場した年でもあり、翌年にはセガのメガ CD や NEC の PC エンジンデュオが発表されるなど、いわゆる第4世代の家庭用ゲーム機が活躍していた時代でもあるんだ。そんな数あるマシンの中でもネオジオは独特のスタンスを持った個性のあるゲーム機だったんだ。独特のスタンスを持ったゲーム機。そう、それは他のライバルのマシンとは違うアーケードと家庭用ゲーム機の両方に展開していたからなんだ。よりアーケードゲームに近いコンシューマー機ってことですか？そう、そのためこのマシンを支持するユーザー層も家庭用ゲームのユーザーよりアーケードゲーマーが多いのも特徴だったんだ。当時は圧倒的なグラフィック性能のゲームセンターのゲームタイトルは憧れの的でしたからね。そうだね。それにアーケードゲームから家庭用ゲームへ移植された作品がたくさん発売されてはいたんだけれども、それでもグラフィックが簡略化されたり、機能が削除されたりと、ゲームセンターのタイトルをそのまま再現することは難しかったんだ。この頃のハードの性能は圧倒的にアーケードゲームの方が高性能でしたからね。当時、SNK がこのマシンで売り出していたキャッチコピーはというと、超多級の興奮、ネオジオワールド。ゲームセンターのすごいゲームを連れて帰ろう。というもので、まさに、このゲーム機は、アーケードゲームが、そのまま自宅で体験できるという、夢のマシンだったんだ。でも、このハードの誕生した当初は、ゲームセンターや、レンタルゲームとして、世界中に展開されてはいたんだけど、一般ユーザーには、あまり知られてない、プラットフォームだったんだ。そんな、ネオジオが、大きく注目を浴びるようになったのは、翌年の、91年に発売された、ストリートファイター2によって、巻き起こされる、格ゲーブームが到来してからなんだ。おお、ついに、格ゲーブームが、やってきましたね。そして、SNK も、このブームの波に追従するように、あの作品が、リリースされることになるんだ。もしや、あのゲームタイトルでは。
あの画廊伝説が、登場することになるんだ。おお、画廊伝説登場。この作品は、格闘ゲーム、黎明期の時代に、卓越した演出と、魅力的なキャラクターが、ゲーマーに支持され、ヒット商品になるんだ。そして、翌年の92年には、この作品がリリースされることに。100メガショック、ネオジオ。無敵の竜。最強のトラスーパーリアルアクション龍子の剣 SNK。 そう、キャッチコピーの100メガショックが印象的なあの龍子の剣がリリースされたんだ。おお、龍子の剣の登場。この作品は SNK が放ったスーパーリアルな対戦格闘ゲームであり、超必殺技などの数々の近代的なシステムや大掛かりでドラマチックな演出を盛り込んだ画期的なゲームタイトルだったんだ。この商品は、決して、完成度が高い作品ではなかったのですが、その異様なまでに、濃い作風と、独特すぎるプレイ感覚から、現在も、根強い人気を誇るゲームタイトルですね。この、龍子の剣の登場は、画廊伝説とともに、その後の、SNK の方向性を、決定づけることになり、このメーカーの、格ゲーブランドとしての、躍進へと繋がっていくことになるんだ。そして、翌年の、93年には、画廊伝説2がリリースされ、さらに、この年には、ネオジオの人気を、不動のものにする、あの作品が登場することになるんだ。もしや、あの名作ですか？そう、この頃、放映されていた CM は、こちら。100メガショック、ネオジオ。剣と共に生き、剣と共に死ぬ定め。信ずる者は己が刃のみ。ネオジオサムライスピリッツ SNK。 そう、サムライスピリッツがリリースされたんだ。おお、サムライスピリッツの登場。この作品の登場した93年はストリートファイター2ターボがリリースされるなど、格ゲーブームの真っただ中で、時代劇という独特の世界観を前面に押し出したこの格闘ゲームは、アーケードゲーマーの心をつかむことになり、サムライスピリッツ旋風を巻き起こすことになるんだ。ちなみに、この作品は、93年に、数あるゲームタイトルを押しのけて、アーケードゲーマーのバイブルでもある、ゲーメストで、大賞を受賞しています。そして、4ヶ月後には、印象に残る CM の、あの作品が登場することになるんだ。100メガショック、ネオジオ。いくつもの伝説が生まれ、そして消えていく。狼は眠らない。画廊伝説スペシャル。SNK。そう、画廊伝説シリーズ3作目となる画廊伝説スペシャルが登場したんだ。この作品は良好なゲームバランスから画廊伝説シリーズ初期の名作と言われているタイトルですね。そしてネオジオの格闘ゲームの人気は一気に最高潮に達することになるんだ。この勢いのまま SNK からは翌年の94年に龍子の剣2がリリースされ、さらに同年の10月には SNK の看板タイトルとなるあの作品が登場することに。そう、ザ・キング・オブ・ファイターズが、リリースされたんだ。ついに、KOF94 の、登場。この商品は、記念すべき、ザ・キング・オブ・ファイターズシリーズの第1作目であり、画廊伝説や、龍子の剣、怒り、そして、アテナなどの、SNK 作品の、
歴代ゲームのキャラクターたちが集結した、まさにドリームゲームだったんだ。そしてもう一つ、この年の12月にあの人気タイトルであるサムライスピリッツの続編が発売されることになるんだ。おお、あのサムスビの続編。この作品の当時の CM はこちら。刃の元ぞ地獄なる。身を捨ててこそ浮かぶせもあれ。ネオジオ新サムライスピリッツ。 SNK。 そう、新サムライスピリッツ、通称新サムが登場することに。この CM では当時アイドルの千葉玲子さんが人気キャラクターのナコルルを演じ、そしてチータケオさんがヤグー十兵衛に扮して出演していました。まさに格ゲーブームの勢いとあの名作の続編ということで、このゲームタイトルはネオジオファンからの予約が殺到することに。あの名作の続編ですから、ユーザーの期待は相当なものだったでしょうね。そうなんだ。発売元の SNK もこの新作の売れ行きには期待していて、前作の初回出荷では本数を抑えて発売したため品切れが続出してしまうという苦い教訓がありましたからね。そう、そのためこのメーカーは今回の続編タイトルではこれもかと言わんばかりの大量出荷で満を持してリリースすることになるんだ。そしてこの新作が発売されると、この作品の丁寧な作り込みとド派手な演出、そして魅力的な新キャラクターの登場など、その期待に十分応えられる作品に仕上げられていて、この新サムライスピリッツは見事にシリーズ最大のヒット作になるんだ。おお、新サムは大成功したんですね。しかしその一方で、このゲームタイトルは SNK があまりにもこの商品を大量に流通しすぎたため、発売から3ヶ月で小売価格が 29,800 円から980円に大暴落してしまったという、ネオジオファンにとっては喜びと悲しみの入り混じる複雑な思いを抱いた作品でもあるんです。そして翌年の95年にはあの人気シリーズの2作目がリリースされることになるんだ。そう、ザ・キング・オブ・ファイターズ95の登場で、SNK の格闘ゲームは最盛期を迎えることになるんだ。この95年が、SNK 人気のピークだった頃ですね。でも、ネオジオは、格闘ゲームというジャンルだけが人気だったわけじゃないんだ。格ゲー以外でも、このハードで面白い作品が登場しているの？そう、ここで、格ゲー以外のネオジオの名作タイトルを少しご紹介させていただきます。ネオジオの名作ゲームたち。まず最初に、SNK のアクションゲームといえば、96年に登場した爽快感あふれる横スクロールアクションのメタルスラッグだろうね。おお、あの名作メタルスラッグ。このゲームは緻密に描き込まれたドット絵やリネイナーアニメーションが魅力的な作品でしたよね。このタイトルは後にシリーズ化され、ザ・キング・オブ・ファイターズと並び評される人気シリーズになります。また格闘ゲームではない対戦ゲームの名作タイトルもリリースされているんだ。格闘ゲームではない対戦ゲーム？そう、個性豊かなキャラクターがディスクを投げ合うフライングパワーディスクや、ワールドヒーローズや忍者コマンドなど異常に熱苦しい作品や、忍者ゲームに定評のあるあの ADK が突如としてリリースした可愛すぎる魔法少女もののゲンクルスタースプライツなどが発売されているんだ。
この作品は、ADK の格闘ゲーム制作のノウハウを活かして開発された異色の対戦シューティングゲームでしたね。それ以外にも、シューティングゲームのラストリゾートやブレイジングスターなどの人気作品もリリースされているんだ。ネオジオでは、格ゲー以外にも、たくさんの面白い作品が発売されていたんですね。2D 格闘ゲームの衰退の時代。そして、1997年頃になると、2D 格闘ゲームの人気が次第に衰えていくことになるんだ。なぜ、2D 格ゲーの人気が起き始めてしまったの？それは、高性能な家庭用ゲーム機である、プレイステーションが大きく、シェアを伸ばしてきたことや、それに伴い、3D 格闘ゲームが台頭してきたからなんだ。プレイステーションの成長と、3D 格闘ゲームの登場？この頃は、セガの、バーチャファイターシリーズが大ヒットしていましたし、ナムコの 3D 格闘ゲームの鉄拳3も大人気でしたからね。そうなんだ。しかも、97年は SNK のゲームタイトルの不作の年でもあったんだ。この年はヒット作に恵まれなかったの？そう、97年は SNK からリリースした RPG の新設サムライスピリッツや、リアルバウト、ガロー伝説スペシャル、そしてザ・キング・オブ・ファイターズ97が大ごけしてしまうんだ。あらー。このメーカーは、毎年のように、シリーズの続編を、リリースし続けてきましたから、作品の調整不足から、ゲームバランスが不安定なタイトルも、結構ありましたからね。ヒット作に恵まれず、しかも、2D 格闘ゲームが、社用に向かいつつある中で、SNK の開発陣は、粘り強く開発を、続けることに。そして、翌年の、98年には、前年の不振を覆すように、次々と傑作を生み出すことになるんだ。おぉ、ネオジオの、復活か。この年には、あの人気漫画の、るろうに剣心の影響を、強く受けて制作された、月下の剣士や、メタルスラッグ2。そして、KOF シリーズの、5作目となる、ザ・キング・オブ・ファイターズ98が、リリースされるんだ。この KOF98 は、シリーズ中、最高の対戦バランスを、誇るとも言われている、傑作タイトルですね。SNK の、3D ゲームへの挑戦と、失敗。一方で、SNK は、この90年代末に、生き残りをかけて、新しい家庭用ゲーム機の発売や、3D 格闘ゲームへの挑戦もしているんだ。しかし、この試みは、ことごとく失敗してしまうんだ。あらー。家庭用ゲーム機の、ハイパーネオジオ64や、3D 格闘ゲームへの試みは、全く、うまくいきませんでしたからね。そして、その、極めつけは、遊園地事業である、ネオジオワールドの大失敗により、膨大な赤字を、計上し、SNK の経営体力を、大きく消耗させてしまうことになるんだ。瀕死状態の SNK ですね。しかし、このメーカーは、3D ゲームの失敗から、本来の SNK の強みである、ドット絵という原点に戻り、1999年には、幕末ロマンの第2幕となる、月下の剣士や、メタルスラッグ X が、大ヒット。そして翌年の、2000年には、もう終わったと思われていた、あのシリーズのゲームタイトルが、リリースされることになるんだ。その、作品とは、ガロー伝説シリーズの10作目となる、マーク・オブ・ウルフズが発売されたんだ。しかし、この作品がリリースされた当初は、大きく変更された、ゲーム内容から、ユーザーの間で賛否両論となり、結局、ゲームセンターでは、短い稼働期間で消えてしまうことになるんだ。あらー。このマーク・オブ・ウルフズは、キャラクターの、総入れ替えや、システムの大幅な変更など、前作から、思い切った方向転換が行われた作品ですからね。しかし、後に、ゲームユーザーから、この作品の奥深さが、再評価されることになり、現在もプレイされる、名作タイトルになるんだ。そう、SNK は、最後の最後に、このメーカーが得意とした、爽快感を追求する、2D 格闘ゲームの結晶とも、言える傑作を残して、消えてゆくことになるんだ。SNK が、消える？
はい、残念ながら、このメーカーは、2001年10月に、大阪地裁から、破産宣告を受けて、23年の歴史に、幕を下ろすことになります。その後、ネオジオは、どうなってしまったの？ネオジオは、新生 SNK である、プレイモアに引き継がれ、ゲームタイトルを発売し続けるんだ。おお、このマシンは、新生 SNK によって、継承されたんですね。しかし、この商品は、2004年にリリースされた、サムライスピリッツゼロスペシャルを、最後に生産を、終了することになるんだ。ネオジオにも、終わりの時が、訪れたんですね。そう、ついに、このマシンは、1990年から、14年間の、波乱万丈の歴史に、幕を閉じることになるんだ。ネオジオには、他のメーカーにはない、こだわり抜いた演出や、個性的なキャラクターたち、そして、印象に残るサウンドなど、たくさんの名作が残されていますからね。たまには、ネオジオのゲームタイトルを、プレイしてみるのもいいよね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。As a year flew by from the excitement, now declare the opening of our special tape tournament begins. In 1997.